メイクヨハッピー逆再生ダンスやってみたい。イエーイ。321です。ためになるなるなるです。そして変顔一人です。よろしくお願いします。一度パーサーなんとジェニーちゃんが初めて一度ハウスに来てくれました。初コラボ待ってた。もうずっとしたかったの。そう、本当嬉しい。ありがとうございます。いや本当なんかちょっと不思議な絵になってるんですけど、うん、あのジェニーちゃんもさメイクヨハッピー踊ってたじゃん。踊ってた、うん、ね、うん、だから今回なんかそれを組み合わせてなんか企画できないかなと思って、うん、今なんか TikTok とかで流行ってる逆再生ダンスっていうのをやっていきたいと思います。うわ、逆再生で踊ったものをもう一度逆再生すると普通に踊ってるかのような映像になるんじゃないかっていうチャレンジでございます。あ、これ結構きついと思うんだよな。私もさ、ちょっと未知数なんだよね、うん、本当。じゃあまずはあの私も踊ったメイクヨハッピーを普通に踊ってみよっか。そうだね、一回合わせた方がいいよね、うん、ね、お揃いみたいな。じゃちょっと三角形の感じ。オッケーオッケー。前ではいはい、はい。てかさ、あれなんだよね、私たちの共通点としてもともとアイドルやってたみたいな共通点があるんですよ。そう、もっとアイドル。それも語りたいよね、また動画で。いや、動画あり。あ、もう違う。あ、どうしよう。違う、全部違う。なんかでも覚えてるやつが逆だったりはしてるから、うん、そこね、一緒にしたいね。そうだね、頑張るわ。あ、そっか、サビだけか。そうだ、サビだけで、よかったよかったよかった。私もはい、今ちょっとバタバタで本番のやつを思い出しながら踊ってみたんですけど、はい、今回逆再生する部分はサビだけにしたいと思います。はい、ありがとうございます。もうどんなもんか見てみる。逆再生のやつ。そうだね、うん、はい、逆再生部分を用意したので、はい、ちょっと見てみましょう。おぉなるちゃんなるちゃん髪の毛が異次元なんだけど重力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 下がってる下がってる。でもさ、インドの音楽みたいじゃない？ね、気持ち悪い。バウンスがちょっと違う。重心おかしいよね。やばいやばい。軽くホラーなんだけど。おー、こういう感じね。やばちょっと待って、こっから始まるってことなんだよね。あ、こうか。こっから始まってなんかこういうやつだよね。戻ってだからこうでしょ。だからなんかえ結構あこれ長い戦いになりそうだよ。そうだね。ちょっとまあ頑張っていきましょう。はい、完成みたいなのもちょっと違う。まず、なんつったな、足が後ろ立ってるやつを戻すだけだね。そうね。あ、気をつけか。オッケーオッケー。気をつけ。うん、オッケーオッケーオッケー。次こっち出してるね。あー、これか。右足からだったね、今ね。すごい、今の見た。なるほど。ふぅーってなった。せっかく覚えたやつがさ、パズルのようにやってくるよね。ね、今これかみたいな。この次これかみたいな。全然出てこないよ、これ。気をつけてね、気をつけ。あ、なるほど。なんだよ、おかしいだろう。あ
番覚えないとさ、あの足の形が分かんない、こっちみたいな、いきなりつながりがね、下手になるよね。あ、上からなんだね。振り覚え、うまくない？あー、もうわかんない、足が足が、ね、大丈夫？大丈夫？なるちゃん、大丈夫？なるちゃん、ファイヤー、怪我人が、怪我人が出そうです。わぁ、タン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 、どれなんだろうか。どうしよう、最後最後、どうしよう、チャン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 、どれるかな、最後。あ、ね、頭を返して、フリー覚え苦手なんだ。フリーズ、いや、なんか今まで覚えたやつが全部水の泡になりそうだ。もう1からだよね。むしろ1からだよね。もう15分ぐらいは練習したと思うので、ちょっと今の段階でどうなのかやってみたいと思います。はい、早く、じゃあちょっと逆再生にしたバージョンが出来上がったみたいなので、はいはい、一回見てみましょう。はい、どうぞ。みんな気合いすぎてる、気合い入りすぎてる人になってる。おお、すごい。じゃあそうだね、もうちょっと頑張ってみる、もうちょっと頑張って本番撮ってみましょう。はい、じゃあこれでちょっとやってみましょう。再生、普通の再生にしてみてみる。うん。すごい、すごい、
ちょっと感動したとこあったもん。待ってて。おーすごい。お疲れ様でした。はい、ということで、今回はメイクハッピーの逆再生ダンス多分1時間ぐらいやったんじゃないかな。やった、全部まとめると結構真面目にやったよね。そう、うん、はい、こんな感じになりました。ちょっとね難しかったんですけど、なんか不思議なあのダンス映像ができたんじゃないかなと思います。なんか結構やる気満々だよね。不安だけど見るとやる気満々。そう、すごいちょっと難しいんですけど、やれたらすごい達成感もあると思うので、皆さんもぜひやってみてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。今日もいちなる TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるので、ぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。